おお、バイエルンバルサ、え、またまたバイエルンバルサじゃん。うわー、この今のバイエルンバルサ決まって、このカーンの自信ある感じのね、またボコってやるよみたいなね。レバンドフスキダービーか。あ、コーチーニョダービーでもあるね。インテルは？インテル、バルサ、バイエルン。よく当たるな、グループリーグでインテルとバルサも。ここはインテル確定のどっちかにしたいですけど、普通に考えたらバイエルン確定のどっかなんだけど、一応ね、この二つは見てるから、インテルがどうかっすよね。インテルがこのメンツでやるサッカーで最高点出してたら、インテルが一番いいんじゃないかなと思いますね。そうそうそう、バイエルンはインテルに負けなそうなんだけど、バルサはインテル勝てなそうみたいな。どこ軸で買いますって言ったら、僕はインテル軸で買いたいみたいな、競馬的な考えで。かずみの大輔君、バルセアは突破はどのぐらいの確率的な、確率って難しいけどね。でもまあ 50% ぐらいかな。選手の質で言ったら、バイエルンに引け取らないどころか、だセンターフォワード絶対点取ってくれる選手いるじゃん。てかセンターラインしっかりしてるから、バイエルンにはセンターバックにプレディクターがいないんですよ。こう仕切れる人が。でもバルサには複数人いるんですよね。ただ、チャビがピケを使わなそうっていうのはあるんですけど、全部フルで試合を追ってますって人少ないと思うんですよ。リーグ全然違うし。僕はバイエルンは生配信するために見て、まあ、全試合追ってないけど、で、バルサも見てるでしょ。で、インテルは去年とやってるサッカーはメンツ的にも変わってないはずだから、なんならルカク戻ってきて強くなってるしね。本当に冷静に見て、バルセロナが5バック崩せないのも、フランクフルト相手に崩せてないから、こんな感じかな。Thank you.